高いところから落ちてビクッとなる。授業早く終わんねえかな。オッケーね。そしたらその教科書のところしっかりメモっといてください。やばい、ちょっと眠いな。うわ、すごい高い崖だな。これは気をつけないと落ちるぞ。うわびっくりした。おお田中大丈夫？ああ大丈夫。うわ焦った。布団が熱いと夢にも影響する。ああ暑いな。今冬なのにな、おかしいな。めっちゃ暑いな。熱っ、喉も渇いた。もうカラッカラだよ。水が欲しい。暑いな。やば、うわめっちゃ汗かいてんじゃん。熱っ、ちょっと来すぎたな。ちょっと熱いわ。脱ご。自ら目を覚ますことができる。田中、ちゃんと反省してるのか。はい、すいません。先生の許可なしにお前ネットランチャー持ってくるなって言ってるだろ。あれ、ちょっと待てよ。ネットランチャーをね、学校に持ってくる時点でもうなんかそっち系の人間がもう出来上がっちゃってんだよお前。あれ、多分これ夢だな。そんなことするはずないし、できないし。夢だよね。うわ、よかった。うわ、夢なら目覚まそう。よし、分かったか。だから今後は約束してください。ちゃんと先生の許可を取ってからネットランチャーは持ってくるっていうことをね、しっかりと約束していただきたい。覚めろ。ぐぅ、うわ夢だよね、やっぱり。よかった。夢で見たことある光景がある。おい高橋。よう田中。あれちょっと待って。あれなんかこの光景前に夢で見たわ。夢で見た。とりあえず向こう行こうぜ。え気持ち悪い。やなんだよ、向こう行こうよ。え現実だよねこれ。今現実だよね。オッケーよかった。同じ夢見るために二度寝する。田中くん。おう山本さん。あのよかったらさ、今度私と水族館行かない？え水族館？え本当に？田中くんと水族館行きたいなと思って。え行くよ。うんやった。えじゃあ行こう水族館。うわーやば、めっちゃ嬉しいな。うわー山本さん。あれ？うわ夢かよマジで？うわ最悪じゃん。うわ待って、もう一回寝たら同じ夢見れないかな。よしちょっと寝よう。よし。田中、宿題持ってきたか？うわ、最悪。